オルソ画像オルソ画像はオルソ補正が行われた画像のこと。航空カメラで撮影された空中写真はレンズの中心に高速が集まる中心投影であるためレンズの中心から対象物までの距離の違いにより写真上の像に位置ずれが生じる。写真に写る対象物が地面から高いほどまた写真の中心から終焉部に向かうほどこの位置ずれは大きくなる。 上空から撮影した空中写真では土地の起伏による位置ずれが生じるとともに高層ビルなどの高い建物や周辺部の尖った山の像は写真の中心から外側へ傾いているように映る。オルソ画像は写真上の像の位置ずれをなくし空中写真を地図と同じく真上から見たような傾きのない正しい大きさと位置に表示される画像に変換したものである。 オルソ画像は、映された像の形状が正しく、位置も正しく配置されているため、地理情報システムなどにおいて、画像上で位置、面積及び距離などを正確に計測することが可能で、地図データなどと重ね合わせて利用することができる地理空間情報である。オルソ画像作成工程オルソ、画像作成工程電子国土基本図の構成要素の一つである、電子国土基本図は、 空中写真を正射変換し、それらを結合させて作成される。空中写真を正射変換するには、空中写真上の位置と地上の水平位置を対応させる必要がある。この正射変換には、地表の三次元形状を表した数値標高モデルを用いて行われる。既存の航空レーザー測量データや空中写真を用いた自動標高抽出技術などにより、 正社変換に用いる数値標高モデルを作成して空中写真1枚ごとにそれぞれ正社変換しそれらをつなぎ合わせることにより電子国土基本図が作成される。まずは空中写真を撮影し次に標定点を設置する。オルソ画像に正確な水平位置と高さを付与するため空中写真上で明瞭に確認できる箇所に水平位置と高さの基準となる標定点を設置する。 標定点は、撮影前に、地上の基準点に、あらかじめ標識を設置し、空中写真上で確認する方法や、撮影した、空中写真上で明瞭に形が分かる場所の、水平位置と高さを現地に置いて、GNSS 測量機などにより計測する方法がある。これに続いて、同時調整、数値標高モデルの作成が行われる。精密なオルソ画像を作成するためには、 高い精度の計測が必要となることから、デジタルステレオ図書きなどの画像処理装置に、撮影した各空中写真と GNSS、IM 装置で計測した各空中写真の外部標定要素、水平位置と高さの基準となる標定点成果の各種データを取り込み、撮影区域全体で統合して、調整計算を行う。同時調整が完了した後、 写真測量による空中写真の立体視による図かや自動標高抽出技術により画像上の各地点の印高値を計測する。これらの計測点のうち隣り合う計測点3点を結んで三角形、ティンを作って地表面の形状に当てはめた内差し保管により等間隔の格子状に標高を表した数値標高モデルを作成する。この数値標高モデルを用いて 中心投影の空中写真から写真上の像の位置ずれを補正する正写変換を行い、オルソ画像を作成する。正写変換を模式化すれば、外部標定要素と数値標高モデルの印高値を用いて写真上の位置と地上の場所との関係を三角関数により求め正しい位置に移動させる変換を行っていることになる。空中写真からは撮影した。 枚数分の正写画像がそれぞれ作成されるため、これらをつなぎ目が目立たないよう接合し、統合した1枚のオルソ画像を作成する。統合したオルソ画像から、電子国土基本図の使用に従って、30秒30秒の軽緯度区画に分割し、データファイルを作成する。電子国土基本図は、地理情報システムなどにおいて、建物や道路などが正しい位置と、 大きさに表示されるため、背景データとして他の地理空間情報との重ね合わせができる。国土地理院は電子国土基本図の更新に利用している。ありがとうございます。